IBM 2260表示装置。暗い位に青緑色の文字が表示される。IBM 2260表示装置は IBM が1964年に発表したディスプレイ端末機で単色テキストのみをブラウン管に表示した。あとの1971年に発表されたより強力な IBM 3270表示装置の前身で、それは その後、カラーテキストとグラフィックスをサポートするように拡張されていく。IBM 2262は基本的に3つのモデルがあった。モデル1は全体で240文字を表示し、40文字の6行として表示した。モデル2は40文字の12行で、全体で480文字を表示した。モデル3は80文字の12行で、960文字を表示した。 キーボードのないモデルも選べて、表示専用アプリケーションで利用できた。80文字という横幅は、IBM の80ランパンチカードの形式に対応していた。IBM 2260よびその後継デバイスは、将来のオフィスをペーパーレスオフィスの可能性促したパンチカードからビデオ表示への過渡的なコンピューターハードウェアでということができる。 IBM 2260はラスタースキャンが上下であるという特性を備えていた。一般的には左右へスキャンするのが普通であった。IBM 2848表示制御装置は最大24台の2260表示装置を接続できた。この制御装置は最大2400ビット秒でローカルチャンネルへ接続されるか、 通信回線を通した遠隔地で接続される化した。オプションのアダプターにより、IBM 1053プリンターを接続でき、同じ制御装置に接続されたすべての表示装置で共有できた。IBM 2265表示装置は、IBM 2845表示制御装置へ接続されて、1台のみが必要なユーザー用であった。この表示装置がサポートした文字セットは、 アスキーの標準が使われ、この標準は合意されたが、結局公表されなかった標準であった。開発と製造は IBM キングストンで行われ、海外でも製造が行われた。後継機種は1971年に発表された、より強力でエビシーディックを使った IBM3270 表示装置である。ありがとうございます。